山崎誠は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員。元横浜市会議員。東京都練馬区生まれ。東京都立西高等学校、上智大学法学部法律学科卒業。1993年、青山学院大学大学院、国際政治経済学研究科ビジネス。専攻修士課程修了。株式会社、熊谷組。 日記株式会社等に勤める。2006年3月26日執行の横浜市会議員補欠選挙に出馬し、初当選を果たした。翌2007年の統一地方選で、得票数トップで再選された。2009年、横浜市会議員を任期途中で辞職。同年の第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で神奈川パックから出馬し、 選挙区では、みんなの党の枝賢治に54,209票の差をつけられ敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、当選した。2010年9月の民主党代表選挙では、現職の菅直人首相を支持した。2012年11月15日、民主党に離党届を提出し、参議院会派、緑の風に合流。 山崎の入会により、緑の風は政治資金規正法上の政党になった。同年12月の第46回衆議院議員総選挙には、当選後の緑の風への復党を前提に、11月28日に決闘した日本未来の党の公認を受け、神奈川7区に国返して出馬。自由民主党現職の鈴木啓介や民間の党新人の田中あっ 民主党前職の須藤信彦の後陣を排して、得票数は4位に止まり、落選。得票率は8.3%で協託金は、没収され、有効投票の1割を獲得できなかったため、重複立候補していた比例南関東ブロックでも、当選の資格を失った。2017年、第48回衆議院議員総選挙では、立憲民主党から、 比例東北ブロックで出馬、当選を果たす。2018年9月に、同等の神奈川国支部長に就任。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙において、小選挙区では、現職の境学に敗れた者の比例復活を果たし、参戦。枝野幸男代表の辞任に伴う代表選挙では、西村ちなみの推薦人に名を連ねた。 ありがとうございます。